ドジャース、マーリンズ、6日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平選手が、2番、指名打者で出場し2点を追う初回の打席で3試合連発となる11号同点ツーランを放った。飛距離134メートルの確信歩きの一発。直近3戦4発。昨年7月15から17日以来。 7度目の3位差連続本塁打でメジャー単独トップに立った。この日は22年に右肘手術を受けたビューラーが22年6月10日以来、2年ぶりの復帰登板。21年に16勝を挙げている将来のエースワンは初回に2点を失ったが、大谷が最高の1本で援護した。 大谷は前日のブレイブス戦で95を含む4打数4安打3打点。チームの4連勝貯金10に貢献するとともに自身は11日ぶりに首位打者、打率364に返り咲き、本塁打10安打数52、オプス1111などで両リーグ1位、本塁打はタイとなった。 試合前には週刊 MVP4 月29日から5月5日の発表があり、大谷が移籍後初、通算8度目の受賞。ロバーツ監督は校長の要因にストライクゾーンのコントールを上げ、ゾーン低めや内角に外れる球を見送ってカウントを有利にし、高球を投げさせている。打つべき球をうまく投げさせていると、 選球眼が良くなっていると説明した。